皆さんこんばんは、ガールチャンネルです。さあ、グッドラックをスペイン語で言うとブエナスエルテですね。この、2番手が予選2番手オスカーさんのトップが、昨日の配信で3番手フィニッシュだったサンチェスさん、見事ポールポジションですね。ガイル選手は3番手からのスタートです。さあレッドシグナルからスタート。このオーストラリアバザーストマウントパナラマの10周のレースをお届けします。さあオスカーさんがやっと、ね、温まってきたみたいですね。昨日は予選、4番手か5番手でしたっけ、ね、振るわなかったんですけど、今回はしっかり予選2番手に上がってきましたね。さあさあこれは待ちかな。お、後ろからオリさんが来た来た。うーん、どうだ。いやダメだ。うん、これはちょっと甘かったかもしれないですね。うん、仕方ない。まあちょっとねこれはもうしょうがないので、腹いせに後ろから厳しめの2位ですね、プレッシャーかけていきたいかなと思いますね。またね後ろから吉田さんもいい感じでいいペースで上がってきてますね。さあ下りセクション、おーなんか意外とオリさんのブレーキのタイミングが早かった。おー、うん、サンチェスさんが今結構見せりましたね。これはでもさすがに2台一緒には抜けないですね。うん、タイミング合わなかった。このねできれば立ち上がりでサンチェスさんのスリップ入ってオーバーテイクしていきたかったんですけども、ちょっとねこの間合いだと厳しいですね。さあ後ろ吉野さんが伺ってますね。あ、来た来た来たけど、これはね5番手に落ちると結構不利なのでここはね粘りますよ。おーおーおー、いかんいかん、危ない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 。おー、前でも前でもやり合ってますね。さあなんとかポジション守りましたけど、おーっと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 、この最終コーナーも結構滑りましたね。いかんいかん、落ち着いて落ち着いて深呼吸。さあレースは2周目。うん、悪くはないですが後ろルーベンさんに変わってますね。ルーベンさんが前を伺ってますね。さあこれは厳しい。さあルーベンさんは前に出てますけども私のラインの方がスリップは効いてます。さあよし引いた引いた、よしなんとか粘って、うん、4番手キープキープ。うん、ルベンさんが今のでねちょっとロスしましたね。さあこの隙に前のグループに追いついて、うん、ちょっとね後ろから突かれるのは疲れますからね。さあようやく追いついてきましたね。いやー長かった。うん、またこの前のサンチェスさんを追いかける展開は昨日の配信みたいですね。さあ今は結構イン側攻めましたよ。あそこねイン側攻めすぎるとねフロントタイヤドカーンって取れちゃうんですよね。さあそれでも立ち上がりまだ不十分。
あ、後ろのルーベンさんが 1.5 秒離れましたね。これはチャンス、これはチャンス、ちょっとですね、ここはあの余計なバトルはせずに輪を持って尊しとして、これはね、あのできるだけ先頭グループの速度を落とさないようにこの調和を取っていってですね、後ろのルーベンさん、吉谷さん引き離していきたい。でね、3番手後ろ、7番手に匠さんいますけど、ね、ちょっとそのお友達同行ってのは置いといて、ね、冷たいかもしれませんが、これもねレースということでセカンドグループを見捨てていきたいところですね。うん、ただ吉谷さん 1.2秒差、これはまだ近い、安心できない。 1.5 秒ぐらい開くとね結構いい感じになるんですけどね。よし、でも差はついてますね。 1.6秒、1.7秒、うん、いい感じ、いい感じ、よしよし。お、前の2台でね、オリさん、オスカーさん、ちょっとバトルは控えていただいて、まずはね後続を引き離しましょうね。うん、ただこの最後尾4番手ってのはね、なかなか昨日のオフィシャルレースでも身をもって体感したようになかなか前には出られないですね。さあスカイラインからの下り、うん、やっぱりサンチェスさんのこのスカイライン以降はそんなになんかライン取り良くないように見えますね。さあこれはねもう、うん、なんかこの膠着状態しばらく続きそうですね。この前が大きくミスしない限りオーバーテイクするのは難しそうかなというところなので、まあなんとかねミスしたらちゃんと抜けるようにっていう風にこうちゃんとそういった位置取りでレースをしていくのが大事ですかね。うん、よし、今度は見せなかった。立ち上がり悪くはないんですけども、悪くはない程度だとやっぱオーバーテイクは厳しそうです ね。 ね、先頭2台は楽しそうでいいですよね。この前の3人は、まあ、このコンクリートウォールに、ね、激突して周りを巻き添えにするっていうような、まあ、そういった危うさはあまり感じないので、まあ、大丈夫かなというふうには思いますね。¿Qué necesidad de pelear, tío, ahí? さあこの下りヘアピン左、さあどうだどうだ、悪くはない悪くはないけども、うん、ワシントンストップ、プリーズ。
おっと、オスカーさんが何か言ってますね。オッケーオッケー。うん、まあ多分ね、あの協力していこうぜみたいな、そういう話だと思いますね。おっとっとっと、ここのブレーキング結構渋滞しますね。これ追突注意ですね。うん、この最終コーナーはそんなに渋滞しないですね。1コーナーがやっぱ超重要ですよね。この立ち上がりでやっぱ随分もうずっと全開ですからね。さあレースは5周目です。合計10周で争われるところですけど、まあ、微妙だなこれね。ちょっとねあんまりこう無理なオーバーテイクは控えて、ちゃんとねお友達チケットを稼いでおきたいところですね。さあ、こっからのダウンヒル。おっとっとっと、危ない危ない。うん、ちょっと追突しそうになってビビりましたね今。これは間合いが足りないですね。うーん、と言ってる間に後ろのルーベンさんと3秒差つきましたね。これは結構安全、圏外にもう出ましたね。よしよし、うん、これで、この4台のグループでのバトルに集中できるようになりました。まあ最悪なんかあってもね4番手でフィニッシュできるだろうっていう安心感は大きいですよね。おお、なかなかやっぱここ渋滞しますね。うん、さあ次はどうだ。うん、悪くはないんですけども足りないですね。うん、これがやっぱりね、あの1対1だとこう非常にシンプルなあのオーバーテイク合戦なんですけど、グループになるとねなかなか難しいですね。アプローチにね、サンチェスさんとのアプローチに差はあれど、最終的に立ち上がりのスピードは変わらないっていうのは面白いですね。サンチェスさんはかなりインベタ気味にずっと回っていってましたもんね。しかしこのサンチェスさんのカラーリングはなかなか面白いですね。これは結構ユニークですよね。サンチェさんここが甘いな。このね今のジャンピング台も左側の壁にあんまり接近できてないですからね。ただねここの下りのヘアピンは速いんですよね。でもこれはいいですよ。これはいいけどじわっと離されますね。
今回はチャンスだと思ったんだけどな、まだ足りないですね。そろそろね6周目なんで3番手ぐらいに上がっておきたいところなんですけど、さあさあ、うん、これはしょうがない、やめとこう。ここは、うん、ですよね、前が2台サイドバイサイドだと今ねかなりあのブレーキングを強くかけましたね。通常のブレーキングだと追突が、お、うん、あれはねイン側の縁石に乗っちゃいかんですね。うん、まだね7周目ですからまだ慌てるような時間じゃないとは思うんですけども、ちょっと4番手ってのはねせめて3番手にいれば、まあ、ファイナルラップで2台ごぼう抜きってのもなくはないんですけど、うん、ここはねまだまだステイですね、ステイ。失礼しました。でもね、レース中にレース中にくしゃみが出そうになるときは結構怖いですね。特に VR ゴーグルだとこうなんかどこを向いてくしゃみしていいのか分かんないですよね。もうそこはなんとか気合で乗り切りますけどね、くしゃみしないように。お、大丈夫？大丈夫そうですね。タイヤスモークの白煙が上がってましたけど、うん、今一瞬ね最後怖かったのでアクセル抜いちゃいましたね。いやー、下りのね180度コーナー難しいですね。レースは残り3周。いやー、前の3人ミスらないですね。いやー、これは付け入る隙がない。You know you're significantly slower than they rushed it. Don't understand why you fight. さあまた。Because I'm faster than you. 人間界の皆様が。If you is fast, why I am your friend? Why? If I defend this position, you don't pass for me. Fight, okay.なんかね、you get sucked along by me. Okay? Are you different? Why fast? 俺の方がちょっと早いんだぜみたいな、でこう抜けなくてなんかフラストレーションが溜まってとかそういう感じですかね。まあ、でもね、君より俺の方が早いと思うよっていうのは私もこう思うことは何回もあるんですけど、それやっぱボイスチャットで言っちゃダメですね。
そこはやっぱりあの男ならね、あの態度で示しましょうみたいなね、あの実力で示しましょうっていうところありますよね。ね、なんか昔やっぱりいきなりあの宮崎駿さワールドの映画の話になるんですけど、ああいうのってやっぱりこうね、重要なことは言わないでこう態度で示すっていうかね、あのストーリーで絵で見せるっていうのが大事で、であの某なんとか戦記、ゲド戦記でしたっけ、あれでなんか最後に愛は勝つんだみたいにこう主人公が言っておいおいおいみたいなのがねありましたけど、まあ、それと同じですよね。おおおおー、なんとサンチェスさんがね、ゲド戦記の話をしている間でサンチェスさんがミスりましたね。さあよし、これは3番手上がった。さあ今度はどうだ、スリップ入りましたよ。うん、ただつらい。オスカーさんこっちこっち、そう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 、オッケーオッケー、そうナイス、オスカーさんナイス。あ、オスカーさんウィング曲がってますね。これでこれ右に出れるかな、これね重なってるんですよね。うん、ダメだこれいけない。うん、ってことはオリさんがイン側サイドバイサイド、うん、ダメですね。走行距離でやっぱ距離短い方でが勝ちますよね。うん、まあでも3番手に踊り出たのは、うん、これチャンス出てきましたよ。まあね、サンチェスさんはもうね、あれはこう、まあ、自分がミスしたからってことで、まあ、あれは潔い判断でしたね。さあ我慢して九州の間ずっと4番手を走ってきた甲斐がありました。よし3番手ですよ。オスカーさんはウィング曲がってるので、これはうまくいけばスリップで抜けるかもしれない。さあここ大事大事。いや早い早い、2人とも早い。まあね、でもまだファイナルラップじゃないですからね、まだ 1.5 周ほど残ってますからね。あ、後ろのサンチェスさんがちょい遅れてますね。さあファイナルラップに向けて白熱してまいりました。ここはちょっと様子見ですね。あんまり積極的にはもう行くタイミングなんですけど、ね、無理に仕掛けるのと積極アグレッシブに行くのとは違いますからね。うん、いいですよ。さあファイナルアップ、まあ、これオスカーさんはウィング曲がっててトップスピード伸びないんで、ここはまず入れ替わるでしょうね、この2番手のオリさんと。さあ私はサンチェスさんに追いつかれたくない。うん、オリさんが追いついてますね。さあそしてガイル選手もオーバーテイクできるかどうかなんですけど、さあここは迷いどころ、とりあえずアウト側には行かないといかないですね。いやここはねやっぱお友達なんで、そんなにね あまり厳しい真似はできないですね。しょうがない。まだ最後のストレートでチャンスがなくはない。うん、しかしオスカーさん、このウィングが曲がってたのは序盤のあれですかね、オリさんがアウト側に、お知らされていったあのバトルの影響なんでしょうかね。さあ今度は離されないように、ここ大事ですね。よし、いいですよいいですよ。
おお、すごいインベーターというか、あれが噂に聞く溝落としなんでしょうか。よくね、あんな風に曲がれますよね。さあ、さあ、さあ、これ、これ3番手のガイル選手有利ですよね。この振幅の真ん中あたりをこううまくいけますからね。さあ、悪あがきも虚しく、オスカーさんが抜いていく。さあ、そしてガイル選手も厳しい、これ厳しい。さあ、まだまだだ、まだ終わらんよ。インつきたいな、これ。あ、でもちょっと厳しいな、厳しいな。おお、よしは、ソーリー。どうだ、ダメ。マーレミア、グッライグッライ。ブラオリ、ブラジレ、イケ。うん、コングラッツ、グッドレース。いや、オスカーさんね、あの曲がったウィングで優勝ですよ。すごいですね。はい、というわけで、オスカーさんが2番グリッドスタートの優勝を飾ったと。あの曲がったウィングで優勝ってのは、さすがアイレーティング6000は伊達じゃないですね。で、ガイル選手が、まあ、ゼッケンなりのフィニッシュですね。匠さんが、一つ番手上がったんですね。まあ、これはまずまずといったところでしょうか。はい、うん、いやーね、なかなかやっぱりね、強い人は強いなっていうところと、あとはこの最後の、下りのストレートに向かうところのこのヘアピンですよね。あそこがもうちょいなんとか早くならないと、これ以上この、ね、バトルでの、このさあ仕掛けられていくガイル選手、あそこはイン側をこうブロックするようなラインの方がいいんですかね。なかなか、難しいですけど、まあ、あそこズバッとね行ってこれた、まあ、オリさんも上手かったよねというところでしょうか。今回も SOF2600 で、3番手なので、まあ、チャンピオンシップポイントは昨日よりは落ちますけど、まあね、アイレーティングは十分稼げましたし、もうなんといってもね、このアイレーティング4700ですよ、4700。やっぱりね、このレースで死ななければね、アイレーティングは上がるんですよね。というわけで、今後もあの死なない消極的な、いやいや消極的ではなくて、こう、安定感のあるレースをですね、今後とも目指していきたいなと思いますので、よろしければ、なんかすごい音してるけど大丈夫ですか。よろしければチャンネル登録や高評価、低評価ボタン押していただけると嬉しいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。Got a bit of damage there, Mark. I don't know if you know or not. Oh, yeah. I damaged the wall too, dude. I'm Ollie.